104条滝は石川県白山市の小添川に架か,かる滝。白山有数の巨爆で恨みの滝としては国内最大級の規模を誇る。1987年に加賀禅城道が復元されるまでは一般登山者の目に触れることのない幻の滝とされていた。日本の滝百戦選には含まれていない。七倉山の北側になだらかに広がる青城が原は 約10万年前の琥白山火山の活動により、形成された溶岩台地であり、寒木帯に湿原が点在する。小添川の支流の一つである、丸石谷は七層山の設計に源を発してこの湿原の豊かな水を集め、台地の末端、標高1800メートル付近で到滝となって落下する。形態は完全な直爆であり、かつ落ち口の流速が大きいため、 水流は滝つぼに至るまで岩壁に一切触れることがない。そのため滝の裏側に回り込むことのできる恨みの滝となっている。一帯は豪雪地帯として知られるが豊富な伏流水に恵まれ、原冬期にも流れが絶えることはない。冬季には滝つぼに降り積もった雪に加えて滝のしぶきが凍結、成長して直径10メートル、高さ40メートルにも達する巨大な氷の壺を。 作り出す。この滝の下流側で丸い谷には、V 字に開けた峡谷を形成しており、黒滝や三段滝等、大小の滝が連続する。この滝は、平安時代に書かれたとされる、城山古歴にも記述があり、かつては高滝、戦場滝、千人滝などと呼ばれ、古くから、その存在が知られていた。また、以前は落ち口に、大岩があり、 左右に分かれた二条の滝であったが、遅くとも1986年までに、落ち口の大岩が崩落し一条の滝へ姿を変えている。加賀前城道沿いに展望台が設置されており、遠望が可能である。ありがとうございます。